男性がするといいおすすめの香水を教えてください。7点、男性の香水あんまりピンとこないんだけど、さっぱり系というか、ホワイトムスクおすすめです。7点、ホワイトムスクの香水を好んで使ってるんだけど、ホワイトムスクおすすめです。あと、石鹸系もいいよね。石鹸系。白っていうブランドがあるんだけど、白のサボンっていう香水だったり、ホワイトリリーだったり。っていう香水はすごいシンプルでいい匂いがします。シャネルの5番、シャネルの5番はいい女がつけてる香水なのよ。白つけている男の人好き。ほらほら、女性リスナーもそう言ってるぞ。ドル側のライトブルーとかのなんや。ライトブルーは嗅いだことないな。でもドル側は香水きついよ。一時期歌で有名になってましたけど、ドル側の香水はって書いてある、うわドルガバだってなります。結構強めですね、香りが。苦手な人ももちろんいますって感じ。あと男性のおすすめ、柑橘系とかもシトラス系の香りも割と人気な気がします。石鹸はシトラスだね。女受けしたいなら、自分受けしたいならいろんな香り嗅いで、いろんな匂いを、好みの香りを見つけてください。最近だと香水のサブスクっていうのがあって、月に3本ぐらいかな、 15ml の1ヶ月で使い切れるぐらいの量の香水を2本か3本ぐらい試せるんですよ、ブランドの香水を。っていう香水のサブスクとかもあるからね。まあ外出るのめんどくさいし、いろんな香り嗅いでみたいし、でもいっぱい香水買うのもちょっとなみたいな人は、その香水のサブスクとかおすすめです。好きな香りの系統をこう絞って、こういうのおすすめですよみたいなのをちゃんとおすすめしてくれるから、その中でも気になったものとか評価が高いものとかを使ったらいいんじゃないですか。匂いそんな重要なの？まあ記憶には残るよね。でいつか近づいた時に汗臭いよりはいい匂いした方が良くないっていう。あ、柔軟剤もいいよね。柔軟剤もいいね。柔軟剤もいい。柔軟剤の香りはいいね。確かに確かに。カルバンクラインってどうですか？あー、有名だし、でも使ってる人多いから、メンヘラの女の子とかと会うとかってなったら、その香水元彼が使ってた、ちょっと嫌な思い、嫌なこと思い出しちゃったって病まれるとか、まあ、あるかもしれん。でもカルバンクライン私結構好きだな。トップよりボトムの匂いが強い。そう。香水ってさ、トップノート、ミドルノート、ボトムノートとかラストノートとかって言ったりする、3回に分けて香りが変わるんだよ、大体。最初にスプレーからシュッて出して香水をつけるじゃん。その時の香りと帰ってきた時にする香りって変わるんだけど、まあその汗だったり匂いが飛んだりいろいろね、いろいろして匂いが変わるんだけど、だから香水って3回匂いが変わるっていう時に考えて、大体このぐらいの時間に女性に合うなってなった時に、爽やか系にしたいのか、それともちょっと甘めにしたいのか、それともムスク系のちょっとスケベな匂いがしたいのかみたいな、まあそこも見るといいですよ。で香水手首につけたりとかいろいろあると思うんですけど、おすすめはくるぶしあたりとか膝の裏、あと首の後ろ、落ちにくいし適度に香るんよ、なのでおすすめです。